はい、7月25日木曜日、起こっていいともです。はい、司会の加賀光栄です。メンバー限定ライブです。今日も素晴らしい面々とメンバーでお送りいたします。まず最初に福井県立大学名誉教授島田陽一先生です。島田先生、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、そして皆さん、番組の女神、タレントの千葉玲子さんです。千葉さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、先ほどもね、ちょっと先生とみんなと含めてね、アメリカ大統領選挙のこととか、あるいはまあ、ハリス氏がね、ハリス副大統領が、候補となって、若干トランプ氏よりも支持率パーセンテージ上がったりというような場面も出ていて、アメリカ政治ちょっと目が離せないぞと。それに比べて日本の岸田総理含めて日本政界何しとるんじゃというような話がちょっと盛り上がったんですけれども、まずね、そのアメリカのことがやっぱりね、非常に皆さん注目していると思いますので、この話題からいきたいと思います。千葉さん、1番よろしくお願いします。はい、バイデン氏、米大統領選から撤退、とうとう国家にとって最善の利益、ハリス副大統領が出馬表明。11月の米大統領選で再選を目指していた民主党のジョー・バイデン大統領は再選を断念し、選挙戦から撤退すると表明した。制裁を書いた6月末のテレビ討論会をきっかけに、党内で撤退圧力が強まっていた。バイデン氏は後継候補としてカマラ・ハリス副大統領を支持する考えを示し、ハリス氏は立候補の意向を明らかにした。3番も続いてお願いします。はい、で、民主党議会トップ2、ハリス氏支持表明。大統領選に向け党内は一丸。米大統領選に向けて議会民主党のトップ2にあたる上院のシューマー院内総務と下院のジェフリーズ院内総務が揃ってハリス副大統領への支持を表明した。党内は全面的にハリス氏支持でまとまり、指名獲得は確実な情勢となっている。共同会見でシューマー氏は、バイデン氏の撤退発表以来、民主党がハリス氏の支持で急速にまとまるのを目の当たりにしてきたと述べた。ジェフリーズ氏も、彼女の準備は万全であり、意欲的で力強く米国を未来に導くことができると訴えた。じゃあ、島田先生の X もお願いします。はい、カマラ・ハリスを民主党の大統領候補にするよう訴えたバイデンだが、副大統領として史上最低支持率のカマハリでトランプに勝つのはまず無理だろう。結構な話だが、しかし何が起こるかわからない。先生、ボロクソに言われてますけれども、いや、まだ優しく言ってる方なんですけどね。はい、カマラ・ハリスっていうのは、まあ、4年前もね、大統領選に、はい、名乗り上げたんですが、彼女パワハラもひどくてね、選対の委員長がね、いや、もうやってられないっていうんで、公然とこう辞任表明したり、スタッフ辞めてますよね。副大統領としてもね、スタッフたくさん辞めてるんですが、で、4年前その選対本部がね、もう内部崩壊してね、結局予備選に出る前にね、撤退表明に追い込まれたと。だから、それ支持率も 3% ぐらいまで下がったね、民主党の中でですよ。だから、まあ、話にならない人なんですよね、そもそも。なるほどな。で、バイデンが、単に黒人で女性を自分は、パートナーに起用したよと、あれもひどい言い方でしたけどね、ポリコレアピールしたいだけでね、起用した人間で、バイデンとカマラ・ハリスお互いに軽蔑し合ってるんですけどね、ジル・バイデン奥さんがすごくカマラ・ハリスのことを嫌ってるんですよね。まあ、みんな嫌ってますよ、民主党の中でもね。そうですか。ただし、もうこうバイデンが撤退ということになって、まあ、私、だいぶ前から、1年近く前から言ってましたけどね、結局もうバイデンは持たないんで、
党大会直前にね、うん、こう撤退を表明して、そうですね、カマラ・ハリスかミシェル・オバマも持ってくるだろうと、うん、言ってたんですが、うん、でもあの結構ギリギリの段階に来てますからね、はい、うん、でともかくもうこう候補者選びでこれ以上揉めてたら、うん、ますます民主党全体が支持率下がって、うん、あの議員たちもね、あの自分らの選挙も危なくなるっちゅうんで、うんうん、まあ、もうともかく、うん、でカマラ・ハリスがね、私やりますと言っちゃったんでね、うん、バイデンがまずカマラ・ハリスを後継指名したいと言って、カマラ・ハリスがすぐ私やりますと、うん、まあ、そしたらもう あいつでもまとまるしかないなと、うん、民主党そういう雰囲気でしょうね。もしこれでね、またぞろというか、うん、それでもミシェル・オバマということになると民主党は分裂して、それこそまともな大統領候補を選べなくなるぐらいな事態に追い込まれますよね、うん、そうですよね。だからあのバイデンが撤退表明して、うん、で直後いいんですね、うん、カマラ・ハリスを後釜にと言ったその後ね、うん、オバマ、バラック・オバマがあの発信して、うんうん、でバラック・オバマの発信の中ではね、カマラ・ハリスがいいっていう一言もないんですよね、はい、だから、そうですね、あの時点ではオバマはね、うん、いやいやこうカマラでね決めるのはちょっと待てよという意思表示したんですが、で今も言ったようにも他の民主党議員たちがね、うん、アメリカの選挙同日選挙ですから、はい、大統領選と同じ日にね、うん、下院上院の選挙もあるんで、うん、だから投票率が下がると、うん、とにかく自分たちも影響をくるんでね、本当そうですね、だからあの嘘でもね、うん、いやカマラ・ハリス素晴らしい候補だと、うん、もう一致してみんなが推したということにしようというね、そういうフィクションの世界で、こう、うん、みんな固まって、だからバラック・オバマの懸念はちょっと押し流された感じですよね、うん、まあ、だからペロシも含めてね、うん、カマラ・ハリスでっていうことになっていったんですが、すいません、僕はあのいろんなメディアのヨーロッパのを見ていたら、うん、とんでもない話があって、すいません、5番をお願いいたします。はい、加賀先生です。史上最低の副大統領ハリスのあだ名は言語性下痢症、何言ってるか言ってるのかわからない、大丈夫か米国は、はい、ということなんですね。ですから今ね、島田先生も、うん、あの言ったように、つまりハリス氏って、うん、本当ちょっとアメリカ、あのトランプもトランプ氏も、はっきり言ってますけどバカだとかね、うん、いうふうになって、とにかくね、あの発言がよくわかんないんですよね、意味がね、うん、で、あまり深いことを聞かれたり、困るなってなると大口を開けてわーって笑い飛ばすっていうのは彼女なわけですよね、うん、そして僕はね、あの本当に驚いたのは、彼女はあのバイデン大統領から、不法移民のね、うん、対策をなんとかしろというふうに任されて、うん、まあ、本人それをやる気になったっていうことになったんだけども、そのあるテレビ番組に出ていた時に国境に行ったんですねって言われたら答えられなかったんですね。で行かないってバレたと、したらその時にキャスターから、なぜ国境の問題、移民の問題ね、大変なのになぜ行かないんですかって言ったら、彼女の言ったセリフっていうのが、ヨーロッパに行ったことないの、つまりあなたの言いたいことが理解できないのです、つまり何言ってるかみんなポカンとしちゃったわけですよね。で、そういう発言が多くて、この5月あの小児科の病棟、小児病院を訪問した時のことなんですけれども、何を言ってるかっつったら、私たちはみんな地域の子どもたちについて話す時、彼らは地域の子どもたちだと信じています。だからちょっとごめんなさい、みんなシーンとしちゃったんですけど、すいません、僕はあのカマラ・ハリスの答えてることを言ってるだけなんで、つまり本当に何を言いたいのか意味がわからないっていうのは彼女なんですね。先生どう思われますか。このハリス、失礼、あだ名がですね、はい、言語性下痢症とか書いてますが、はい、あのバイデン氏に関してね、うん、頭は便秘、口は下痢と言われてたわけで、頭の下に何も出てこないんだけど口だけはペラペラ言ってね。もうちょっと言ってください。頭は便秘、口は下痢というね、バイデン氏について言われてきたんですが、なるほど、はい、
このカマラ・ハリスに関してはね、うん、頭の中にあるのはポリコレだけなんですよね。なるほど、うんうん、で口の方はね、まあ、下痢というよりも、うん、今おっしゃったように、まあ、笑ってごまかす以外、うん、脳がないと、うん、で今紹介されたね、うん、インタビュー、これ女性キャスター必ずしもね、うん、カマラ・ハリスにもともと厳しい人じゃないんですけれども、うん、あまりにもハリスのね、答えが不誠実なんで、まあ、有名な映像なんでね、はい、ネットでも見られますけれども、はい、いやあなたこの国境担当、うん、まあ、英語でボーダーザーというふうに言われてますけどね、はい、国境の責任者と、うん、それにバイデンから指名されたのにね、うん、国境行ってないんじゃないのと、うん、言われて私母と笑いながらね、ヨーロッパも行ってませんと、あんた言う意味は分かってるけどとかごまかしでね、うん、でまあ、そのカマラ・ハリスのサークルにおいてはね、それ笑ってごまかしたら周りもね愛想笑いしたりして済んだりするんだけれども、うんうん、あの時のねキャスターの女性立派でね、はい、笑いもせずにねさらに追求して、うん、でハリスのパターンですけどね、うん、笑ってごまかせないなと見ると、うん、私は黒人の少女として本当にいろんなね差別を受けてきましたとそこに来るのか、うん、お前それ何の関係あるんだとでもそういうふうにやるんですね。そうで、だから笑ってごまかす、これ無理だと分かったら差別話に持っていくというね、個人的なパターンなんでね、だからまあ論外なんですよ。なるほど。で彼女の回顧録、私ね、はい、まあ、選挙向けに出した回顧録ですけど、うん、仕事柄読みましたけどね、うん、まあ、書いてるのはね、私同性婚のね、うん、こう仲立ち人としてね、はい、その同性婚の法制化、LGBT 問題を進めるのをやった、これが自分の最大の功績だったね、繰り返し書いとる、うん、まあ、それしかないんですよね、うん、でそれも保守派から見たらお前とんでもないことしてくれたなということなんでね、はい、だからもう外交面での見識とかゼロですしね、はい、論外ですよこれ。というかこれ本当に万が一ということで、ハリスが大統領になったらアメリカ崩壊ですね、だからバイデンね、前回もですね、はい、就任時点78でしたから、うん、バイデン誕生日11月なんでね、はい、間もなく82になるんですけれども、うん、4年前からね、いや、うん、あんた任期全うできるかどうか分からないでしょと、うんうんうん、だから通常以上にね、うん、副大統領候補選びは責任持ってやれと、うん、言われたのにね、うん、このポリコレしかない笑ってごまかすカマラ・ハリスを選んだっていうね、このバイデンの極めて無責任な人事、これが世界に悪影響を、ね、及ぼそうとしてますよね、うん、確かにね、先生言われたパワハラと、うん、いうかホワイトハウス内のいじめみたいなものがあって、わずか半年ぐらい13人ぐらいスタッフが、ね、辞めちゃったみたいな事件がね、うん、結構向こうのメディアなんかで報じられたりもしましたよね、ハリスっていうのは自分の言動とかでね、うん、トラブルが起きると下の者のせいにしてね、うん、わーわー言うんですよ、でそれで下の方がやってられないっていうんで辞めるっていうね、うん、まあ、パターンがもう前から続いてるんですよね。だからさっきもちょっと言ったように、はい、4年前彼女を大統領選に名乗り上げたけれども、うんうん、予備選が始まる前にね、うん、選対本部がもうガタガタになって、うん、もうみんなやってられないと、うん、いうんで内部崩壊したわけですけれどもね、うん、まあ、そんな人間なんでね、統率力も全然ありませんしね、うん、だから当然大統領というのは米軍の最高司令官ですけど、はい、米軍を、ね、指揮していく能力なんて全くないですよこれね。だ自分の、ね、小さな戦隊本部すら、ね、マネージできなかったんです、ね、先生本当にアメリカ大丈夫かって話ですよね。いや大丈夫じゃない、こうカマラ・ハリスなんかね大統領じゃ大丈夫じゃないんですけども、結局あれ大統領を取るとね、前省庁の幹部ポストの、はいはいはい、要するに指名権を、ね、取れますからね、うん、ものすごい利権なんですよね、民主党の世界として、うん、それから93人いる連邦の検察官、うん、これも、ね、総入れ替えできる、うん、そして裁判官も空きが出た場合ね、なんか何万人って変わるって言ってますよね、うん、そうですよね、だからもう民主党の人間にとってはね、民主党の大統領誰でもいいから、ともかく誕生させたら自分たちの利権になるんでね、だから結局大統領選接戦になるわけですけれども、とにかく大統領のポジションを自分らのね党の人間に取らせると、そこからものすごい利権が
広がってくるんでね、うん、だからまあこう熾烈な選挙規制になるでしょうけれども、うん、あのまあ、私の知る限りね、はい、共和党系の方の人の方が、まあうん、あの立派な見識持ってる人多いんでね、そうですね、うん、だからトランプ対カマラ・ハリスどっちがいいのっていうだけじゃなくて、うん、共和党勢力民主党勢力どっちがですね、うん、権力握った方がいいのかと、こう考えるとね、うん、答えは私は明らかだと思いますけどね。そうですね、その不意打ちのように聞きますが、千葉さん、千葉さんはそのハリスのことをどう思いますか、今のお話を聞いてて。今の話もそうですけど、はい、文化人放送局でアシスタントを始めてから島田先生のカマラ・ハリスの評を聞いてずっと、あ、もうあのカマラ・ハリスになったらアメリカ崩壊するなって怖いんですけど。そうですよね。で今ね、島田先生が最後に言った自分は共和党の方が何とかっていう発言ありましたけど、うん、10番お願いできますか。はい、10番、こちら。トランプ氏がハリス氏批判、移民政策めぐり、バイデン氏撤退後初の集会で、トランプ前大統領は民主党候補になる見通しのハリス副大統領について、バイデン政権の移民政策の責任を問われるべき超リベラル推進派と批判した。バイデン大統領が選挙戦から撤退して以降初めてとなるノースカロライナ州での集会で述べた。トランプ氏はカマラ・ハリス氏は国境担当長官として国境を開放し、世界中から2000万人の不法入国者が押し寄せたと語った。ハリス氏は移民の大量流入抑制に向け、中米諸国と協力する任務を担当しているが、国境警備の責任者ではなく、国境担当長官にも任命されていない。トランプ氏はハリス氏が米史上最もリベラルな政治家だと指摘。当選すれば米国を破壊するだろうと語った。はい。まあ先生がね、これまで言ってきたことを、実はトランプも、大きな声で言っているってことになるんですけれども、うん、これでも民主党政権というのは、民主党というのは本当狂ってますね。とにかく勝てれば何でもいいってことですね。で、まあ、まさにそうなんですが、うん、今千葉さんに読んでいただいたこのね、はい、ロイターの記事でも、うん、最後の方これハリス弁護しとるんですよね、うん、つまりトランプ氏の発言で、うんうん、国境担当長官にハリスが任命されたというけど、うん、そういうポジションじゃないとか言ってますけどもね、うん、国境管理をきちんとする担当、うん、あんたがやってくれと言われたのは間違いないんで、うん、そうですね、その肩書きはどうこうとかどうでもいいんですけどね、うん、ただね、これロイター典型ですけどもね、うん、アメリカの主流メディアは、はい、完全に民主党の応援団なんでね、うんうん、でこういう無理なね、うん、要するに弁護をするわけですよね。だから、うん、今後の選挙戦もね、うん、主流メディアのほとんどは、はい、これ完全にハリスをもう全面的に持ち上げてね、トランプ氏を全面的に下げるということをするんでね、まあ、その意味でもだから接戦になりますよね。そうですよね、前回の選挙の時のトランプを落とすため の、うん、アメリカメディアの変更報道ってのすごかったですよね。そうですよ、でそのグループが今度はハリスがすごいぞというふうに持ち上げに入っているっていう形でもあるわけですね。そうですよね、うん、よくトランプ錯乱症候群という、ね、はいはい、言葉がありますが、うん、トランプ氏もこう批判されると、ね、10倍返しで、うん、言い返しますからね。だから通常ね、こう、うん、左のメディアの方もね、うん、大統領、共和党の大統領が批判したって、うん、まあ、そんなにきついボールは返ってこないと、はいはい、高く打っとるんですが、トランプはバーンと来るんでね、うん、そうね、うん、余計もメディアの方もね、まあ、やや発狂状態になってね、うん、トランプ批判するわけですけれども、うんうん、でトランプ氏は全然気にせず、さらにガンガンね、はいはい、やりますからね、うん、まあ、ともかくこのね、国境管理、うん、担当ということにされながらね、これカメラの前でね、うん、バイデンが
カマラ、あんたにね、国境管理任せるよと、うん、でカマラがギャハハと笑っとったっていうねシーン残ってるんですが、でカマラ・ハリス典型ですけどね、結局またギャハハだったのねあのもう国境の視察には一切行かずにね、できるだけ国境から遠いとこばかり出張して、うん、つまりあの国境管理の失敗の顔にされたくないって言ってね、うん、あ本人もこれ大変な問題で、うん、下手にやったら自分の責任来ると、うん、分かってるわけね、そこは。あの国境地帯行って、うん、地元の人たちからね、うん、どのようなことだったら何とかしてくれとか言われるとか映像で捉えると困るんで、国境に行かずに、そこはだから賢いのね、悪賢いのね、賢いうちがあの無責任というかね、うん、だってあれ彼女あれですよね、あの、まあ、地方検事になって、うん、それで出世のコースをつかむきっかけっていうのは、後のサンフランシスコ市長かなんかだった大物の、うん、彼女が29歳の時に60歳、黒人男性のねですよね、彼と不倫関係になって、その力である程度道を開いていったって形跡ありますよね、まあ、それも有名なね、うん、あの話ですよね、はいはい、でこの国境管理に関してはカマラ・ハリスはね、はい、実際の国境管理、うん、何もせずに、うん、要するに中南米からどんどん不法移民が来るっていうのは、はい、中南米の経済が悪いとかそこなんだから、うんうん、そういう根本原因に対処すべきだと、まあ、よく政治家が言うきれいことですよ ね、 そうですね。だから中南米の国々に対する経済支援とかね、うん、これが大事なんだと、うん、だから現にそれが現にねどんどん法外越境者が入ってきてるのはどうするんだと、はい、でトランプ政権はですね、はい、いやその難民認定に値する人はね、うん、審査して、あのアメリカを受け入れますよと、うん、ただしこの偽物もいっぱいいるんで、うんうんうん、難民審査の順番が来るまでメキシコで待っとけと、うん、リメインインメキシコ政策と言いますけどもね、うんうんうん、とかバイデンはいやそれメキシコで待っとけと言うとキャンプ生活とかになってね、うん、非人道的だと、うん、だからあのアメリカに入ってきてね、うん、難民審査待ってていいですよと、でその間ね知り合いとか親戚の家にいといてと、であんた 3ヶ月後あるいは半年後のね何月何日にこの難民審査場に来てくださいの、誰が来るんですか、来ないよ、ね、本当にね、ふざけた話ね、まあ、一見綺麗な話に見えるけれども、うん、ずさんというよりはもう計算した上での不法移民を入れての物語ですよね、うん、しかもねあの、うん、けしからんだね、はい、そういう不法移民にもね、うん、選挙権与えるべきだ、そこそこ、うんうん、あのだから民主党 の左翼の言い分ではね、はい、不法に入ってきた人でも、うん、難民申請をした時点で、うん、合法滞在者なんだと、うん、だから合法滞在者でね、うん、働いたりしてる人、うん、これあの当然ね選挙権も、うん、与えるべきだと、うん、で大体あの従来のデータから言ってね、はい、中南米から入ってきてる移民の人の7割以上がね、うん、民主党に投票するんですよね、うん、なるほどね、やっぱり、ね、うん、あの民主党の方が福祉ばらまき政策なんで、うんうんうん、あの移民で入ってきた人、まあ、英語も十分できないんでね、はい、まあ、どうしても肉体労働とかにつきますよね、うんうん、従ってその、まあ、ばらまき福祉あるとありがたいっていうんでね、うん、だから、まあ、一言で言えばね、まあ、国が壊れたって俺、うん、自分当選できればいいっていうね、はい、うん、そういう発想ですよね。前回のね2020年の、うん、それこそあの 不正選挙だっていうふうな、トランプが批判した前回の大統領選の時の、まあ、陰謀論だとかよく言われますけれども、まあ、言われているのはコロナウイルス、コロナ感染を利用して、うん、でパンデミックを起こして、うん、そしてアメリカの投票というのを史上最大の郵便投票にしたと、はい、その郵便投票をめぐって不正が行われてバイデンジャンプと称されるような形でバイデンが勝ったんではないか、うん、そしてこの次今回の選挙はそれが使えないから、その不法移民、うん、その不法移民たちの票を元にして民主党は勝とうとした、そういう形でわざと不法移民を入れてたんじゃないかっていうことを言う人もいますよね、うん、あの民主党の方がねそういう狙いを持っているのは間違いないですけれども、うんうんうん、ただあの共和党側ももちろん抵抗をいろいろしてるわけでね、はいはい、うん、まあ、その一つが、うん、あのテキサス州にしてもね、はい、これ共和党の知事ですけれども、うん、
あの北東部の方のね、うんうん、インテリ、リベラルインテリが綺麗事言っとるけれども、はい、うん、お前ら綺麗事言うんだったらね、うん、ちゃんとこの不法移民責任も出てるんで、はい、うん、不法越境者をバスとか、うん、飛行機に乗せて北部に送るっていうことをしましたよね。しましたね。信じられないな。だからあの力技ですけどね、ある種の、はいはい、でニューヨーク州、これリベラルな牙城ですが、ニューヨークなんかも不法移民があふれて、はい、だからニューヨークの市長ね、はい、黒人のリベラル派ですけれども、うんうん、この人なんかもちょっとバイデン政権ね、いい加減にしてくれと、うんうん、結局あの当初きれい事ばっかり言ったけど、現に送り込まれてくるんでね、はい、不法越境者をこれ何とかしてくれと、うん、言うんで、あのやっぱ身内からもね、うん、批判が出てきた、うん、まあ、これだからテキサス州知事あたりが ね、あの強硬手段に出たのが、はい、まあ、言えば良かったわけですけれどもね、うん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 、それでね、民主党の左派の方でもね、うん、やっぱりこの不法越境者の問題っていうのが、うん、これも最大テーマになると、はい、そうですよね、こういう意識、アメリカの国家崩壊の危機の本当の原因になってますからね。うん、そうなんですよね、うん、あのだから、まあ、やっぱりこの問題、不法越境者の問題ではね、うん、基本民主党の方が不利ですね。そうですね、そうですね、うん、あのその不法越境者にも選挙権与えるという話も、うん、まあ、これはやっぱり抵抗がいろいろあって、なかなか実現してませんからね。そうですね、